回るの？体力が嫌いなんで全部回ります。全箇所、大綿も二つも全て回ります。自転車はよく乗るの？はい、毎日乗ってます。自転車のイベントはたくさん参加しているの？はい、年間数回参加しますね。もう自転車大好きで、はい。すごくかっこいい自転車だけど、ちょっとだけ紹介してほしいな。あ、この自転車ですか。自転車はクロスバイクなんですけども、ツーリングタイプのランドナータイプになってます。普段使いとか、どっかふらり、サイクリング行くときとかに乗ると、快適な自転車で、とても気に入ってます。お兄さんはどこから来たの？は愛知県の小牧市から、来ました。意気込みをどうぞ。天気もいいので、みんなで楽しんで、伊勢市を回りたいと思います。アナテラスちゃんも自転車好きなの？乗り心地は初めて乗った時は慣れるまで時間がかかったけど、だんだん乗ってるうちに普通の乗用車と一緒で乗り心地は快適ですね。で、結構幅が狭いんですけど、ちょっと見通しが悪い部分はありますけど、それ以外は普通の乗用車と一緒です。改めまして、おはようございます。たくさんご参加いただきまして本当にありがとうございます。ご承知のように、神宮のお膝元であります伊勢は、昔から馬宿に伊勢と言われております。昔から、美味しいもののですね、元祖でもあり、また美味しいものの宝庫でもございます伊勢でございます。皆さんおはようございます。本日は、伊勢参りに乗って、食べてですね、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。前回はですね50名ちょいだったんですけども、今回80名を超えるご参加となりまして、我々も感謝を申し上げたいと思います。伊勢は三宮の通り道ということで、たくさんの和菓子文化が発展してまいりました。特にお餅系統は本当にですね美味しいものがたくさんありますので、ぜひともこの機会にですね、あ、こんなお餅もあったんやということを、発見していただいて、また食べていただければありがたいなと思っております。じゃあ今日一日十分に気をつけて、楽しんでください。よーい、スタート。はい、いってらっしゃい。